朝鮮人による宮城妖廃宮城妖廃とは日本や大東亜共栄圏において皇居の方向に向かって敬礼する行為である。妖廃する場所は日本国内、外地、外国を問わず用いられている。皇居妖廃とも言う。日本国民が天皇への忠誠を誓う行為の一つであり、御神栄への敬礼とともに宮城妖廃も盛んに行われた。 特に第二次世界大戦中には天皇へ忠誠を介して戦意功用を図る目的で宮城妖拝は盛んに行われた。戦前、日本のプロテスタント教会は宮城春華を偶像礼拝として問題視した。1941年、日本のプロテスタント教会の多くは日本キリスト教団に統合されて国家の監督下に置かれ宮城妖拝も実施された。 日本キリスト教団は、皇室が日本国民の宗家であることを受け入れ、1942年、教団通りは、伊勢神宮の参拝も行った。他方、宮城春火拝を実施しない教会は弾圧され、牧師や神徒は投獄されることもあった。戦時下、敵国スパイ活動の拠点ともなりかねない教会は、特別高等警察の監督下に入り、礼拝の中で、君が予聖賞。 国旗形容、宮城洋杯が行われた。この傾向は大都市より地方ほど厳しく、その地域教会を主観する牧師の思想によっても差が大きかった。戦後50年にあたる1995年には、明治学院が、明治学院の戦争責任、戦後責任の告白、日本福音キリスト教会連合、第二次大戦における、日本の教会の在籍に関する、 私たちの悔い改めを発表するなどした。元インドネシア大使で、戦時中は、急に本陸軍の軍政官であった、斉藤静雄はその著書の中で、頭髪の刈り込みの制度化、日本語の教養とともに、宮城洋配の強制を、日本の軍政が悪評であった、具体例として挙げている。スマトラ島東北部にある、スマトラ州目ン市の中心部には、 高原神社という名の神社が建設され、ムスリムである地元民にも、西方の聖地っ赤とは反対の東に向かって礼拝させた。ありがとうございます。